ペチペチヒマコイムポンタ1 2 3 4、略してプチヒラフレーズ。何のテンコ今、何今の、もうちょっとしっかりやってよ。そう、あの10本アニメみたいな感じで1 2 3 4 5 6 7 8 9 10本アニメみたいな。むずいって、クオリティ高すぎるでしょ、求められる。だってお前もさっきの4って。そんな、ホントだよポンタ、もっとちゃんとやれよお前。いや、じゃあおかしいおかしい、なんでそっち側なの。ダラララおい、ちょちょちょ、なんで俺、もう無理もう無理、うちはダメだよ。いや、もうこれダメだね。もうもう客枠終了するしかない。もう一緒にいられないわ。なんか悪いもん、うちら。うん、とそんなこともあろうかと思います。なんか準備しちゃったこいつ。いやー、最近ね、嘘しかんせたんです。実は私は仲悪いなーって。はい、いや、もうほんと自他ともに認める仲の悪さじゃないですか、プチヒナフレンズって。自他ともにって何。え、頭悪。家を使う日が来たのか。いや、違います。え、我々はここで街を築いていこうと思います。あ、都市開発シミュレーションゲーム始まった。おのおのの都市開発をしていこうと思います。自分の国を作るわけか。はい、で、何をやるかっていうと、また後で説明するんで寝ましょう。やだ。は？寝かしてやるお前なんて。え、ない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 、寝かしてやる。え、ないないない、分かった分かった、寝る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 。そうやろお前、寝ろ早く。え、あ、あ、あー、この生活はみんなで作った全てのものをパート100で必ず爆発させる。その名も100爆クラフト。さあ、おはようございます。よし、本日も険悪な朝がやってまいりました。誰が死ぬだと思う。ああ、そういうこと。昨日の犠牲者はプチプチでした。俺死んだことになってる。ああ、死んじゃったんだ。じゃあ今日の犠牲者はお前だな。あ、なんでなんで。じゃあみんな手持ちにボートだけを持って。はいはい、ボート持ちました。じゃあ新天地に行くよ。私たちが別々に暮らす場所行く。ほら、なんか思い出。あー、懐かしい。俺の宇宙船風ファンタスティックビレー号。じゃあこのファンタスティックビレー号から望む景色を見てくださいよ。え、なんかできてる。え、何あれ、何あれ。さあ、あそこに参りましょうか。我々の新天地、その名も別居タウン。はい、これ一旦荷物検査して。そうそうそう、ここね。あ、なるほど。ここにミッキーいるんでしょ、たまに。いないよ。さあ、ここがですね、我々の新天地、別居タウンですが、まあ、見てもらったら分かる通りですね、こう、4つ方向にね、いかにも仲が悪そうな道ができてますと。うん、あるなありますね。で、じゃあ、ちょっと。何をしてるんだあいつは。誰かに当たるかな、やと思って。お前さ、お前さ、ねえしょ、あぶねえ、あぶなあぶなあぶねえ。いいか、ついてきて。ほら、とりあえずね、こっち側来てもらうと、はい、ここに何か土台がありますと。ボーリング場作るのか。あー、惜しいですね。え、惜しいの。え、本日はですね、この別居タウンに自分のシンボルを立ててもらおうと思います。うわー、なるほど。おー、なるほど。まあ、言ったらこれが私の町ですって分かるように、その際ですね、自分の町にも名前をつけてもらって。別居タウンの中の別居タウンは、あの、ここの話。あ、そこそこなの。ここの丸が別居タウン。そこだけの話なんだ。なるほどね。で、こっちが自分の村の名前、町の名前を考えるととか。そうそう、この別居タウンのここの入り口に看板書いてもらって、で、まあ、シンボルと言っても自分のって分かるように、なんか、まあ、自分の銅像的な、自分を崇めまつっちゃうみたいな感じのを作ってください。OK ですか？ OK！ はい。なるほど。で、本日ですね、仲介案内させていただきます。祭り不動産のひなこと申します。なんか不動産、なんかたぬきちみたいなやつ来た。たぬきちみたいなやつ。では、物件を4件ほど説明していきます。まずこちらですね。こちらはですね、砂の丘が見える、とてもオーシャンビューな場所になります。ここに村を築くと、まあ、エリアがいっぱいあるでしょう。じゃあ、俺ここがいい。最後に投票しましょうね。はい。さあ、物件2軒目ですね。はい、こちらになります。こちらはですね、とてもおすすめな場所です。ほう、おすすめ。
砂の丘が遠くに見えます。そしてどこよりも海に囲まれています。おお、確かに広いな。弊害は何もない。使える敷地は相当広いです。ここのタウンはめっちゃいいな。さあこれが2軒目です。さあ3軒目参りましょうか。オッケー。おぶおぶなお前定期的に打つなってさあ3軒目はこちらになりますね。こちらはですね、なんと言いましても見てください、このいかにもこう街って感じの展望。あ、こっちは都会寄りなんだ。じゃあこっち都会ですね。で、まあここあれですね、輸入輸出が盛んで一番栄えるやん。じゃあそうなんですよ、村人の輸入とかができやすいですね、ここだと。なるほどね。じゃあここ駅にしよっか。いや違う違う違う。さあお次行きましょうか。はい、最後もまたなかなかおすすめなんですよね。次は観光地になってる場所ですね。観光地、ここ4軒目の物件なんですが、なんとですね明治からある、いや違う、明治は最近だえ平安から存在するあの神社を展望することができます、ここから。ほう、まあ海もなかなかに広いです。そしてはい、ひょっこりさん。なんかお前は、なんか生えた、なんか生えた、何した、やばい、こうやって生えてできる、なんか生えてきてんのに、ここの土地嫌だな、なんか生えてくる人がこれ事故物件じゃない。違う違う、ちゃんと聞いてほらもう一個あるんです、アピールポイントが。なになに。いや、もう温故知新ということわざをご存知でしょうか。初めて聞いたな。なに温故知新。温故知新ですよね、古いもの。うんこ、うんこ、うんこあのさ、おんこです。ここはですね、おんこを見ることができますということで、こう4つのね物件が揃いました。じゃあ今からどの物件がいいか決めたいんで、シンキングタイムスタート。決まった。俺も決まった。決まった。じゃあせーのせでその場所に移動するか。オッケーオッケーオッケー、いくぞ、せーの。はいはい。みんなそっちな。うわ、これどうやって決める？え、まあ、じゃあとりあえずポンタは決定だから。やったー、一番広い場所、俺の国を作るから、ここに。まあまあまあ、じゃあポンタ田舎がいいんだ。いや、言い方嫌だな、なんか。じゃあこうしようよ、ここに街を築いたらどういう発展をしてどういう貢献ができるかっていう、なんか市民へのアピールをしようよ。で、ポンタに投票してもらおう。ほう、なるほど、市民代表になります、俺が。市民一人しかいねえし寂しいな。じゃあプチプチから。じゃあ俺でいいわ。はい、私がこの町の市長になった暁にはこの先に工場を作ります。ほう、何を生産するかです。まず鎧です。お、鎧、ダイヤモンドの鎧、いやネザライトの鎧の工場を作り、本拠点に輸出します。あ、なるほど、便利ではあるな。あとお魚釣りスポットも1個作ります。はい、以上です。まあまあまあ、なかなかね。うんうんうん。まあじゃあ行きますね。はい、私がここの市長になった暁には大きな大きな売り畑を作ります。おお、なんか違う方向できたな。売り畑、生産するものとしましてはまずスイカ、そして建築に大事なカボチャ。でカボチャというのはですね、ピストンでも動かない性質がありますので、以降この拠点を大きくしていくにあたってとても大事な材料になると思っています。ほう、なるほど。さあそしてなんとここの名産物はカボチャなので、ハロウィンは盛大にやります。うわー、パーティーしない、ショー踊らないと。パーティーを開きます。いいな、それ楽しそう。あ、でも俺も工場パーティー。これお前質問いいですか。はい。俺去年 USJ のハロウィンパーティー行けなくて超残念だったんですよ。あれを超えるのここでできるってことでいいですか。あ、一応ですね、フライングダイナソーができる予定でます。うわー、なるほど、こいつ乗れねえだよこいつ。違う違うんですよ、これは。おお、現実超えたな超えたな、それは超えすぎて嫌だけどさあ以上です、私のアピールは。おー、なるほど、ありがとうございます。ではでは最後の方。いや俺がね考えてたのは、都市近いからここにもうすっごいみんなが楽しめるようなテーマパークを作って、かぶってね、かぶかぶ、ありがとうございました。よっしゃー、よちょーいここもう本当にここはテーマパークだけで、テーマパークの地下に VIP 専用の部屋を作って。なんなん、いやもう賭博とか、え、カジノじゃん。
よし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 、意味はないな。私だろこれは。いやこれは俺だろ。いや俺だろ。あ、迷うな。おい迷うな。じゃあこの一番都会の土地を任されるのは、ドゥルル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 ルじゃあポンタそこ、ひなこちゃんがそこだね。じゃあ俺こっちがいい。せーのじゃないの。あ、いいよ俺そこ第4希望だったからオッケー。じゃあということで、テーマパークっていうか自分たちの街を作ろうプロジェクトスタート。そうなんですか。何で作るかだよな。でもなんかこの町のシンボルだからね、これで町の価値が決まると言っても過言じゃないよ。うわー、なるほど。思ったのよ私実は。なんか100爆見ててね、100日後に爆発される割に思い出ある建物あんまねえなって確かに羊毛ちょっと持ってこっかな。したら羊毛はあった方がいいかもな。ちょっとちゃんとしっかりやりたいね。そうだから、なんか自分が思い出が込めれるようなものを作ってください。わ、俺これどうしよう。これ肌色ない。テラコッタ集めに行けば。うわ、掘りに行くか。テラコッタ、メアイは待って、私も掘り行こっかな。ちょっとメサ行こう。メサってさ、白色のテラコッタあったっけ。茶色しかなかったっけ。なんかあの薄い色あるよ。あるか。いや楽しみだな。ちなみにふわっとどういうの想像してる。まあポンタは、え、もうかわいい。かわいいなんだ。うわ、かわいい系。かわいい、かわいい。え、イムさんは。俺も独立国家気づこうかなと思ってたけど。うわ、あー、そういう感じね。あー、まあ、じゃあ、かぶらなそうでよかった、コンセプト。ひなこは何ですか。よし、自然と都会の調和。なんか芸術作品みたいなこと言い出してる。現代建築やん。さあ、前田前田、イムはやばい建築するから、ちょっと今回も見物だな。いや、もうすっごい素晴らしいもの作るからね、大丈夫。今まで もう素晴らしかったからね。あー、ゴミみたいなのできるんだ。なるほど。おい、ゴミっていうのはお前。ゴミの中で素晴らしいってことやな、多分。ちげえよ。この世の全ての中で一番素晴らしい。インスタック欲しい。いやこれもうちょっと死体の色だから、もうちょっと集めたいな。死体の色、死体だよ死体。やば、死体の王様だ。怖いあいつ。よし、めっちゃ溜まった。嘘つき。え、嘘はついてないっすよ。見ます。じゃあ見る。な、ちょうだいそれ。はい、投げて。はいはいはい、1スタック、2スタック、41個。ええ、めっちゃ持ってる、めっちゃ持ってる。めっちゃ持ったでしょ。じゃあいらないって、俺が渡したの返せって。よし帰ろうっと。おい、マジでいらねえよこれ。わるい。さあ私も帰ろっかな。俺も帰ろっかな、集まったし。なんみんな帰っちゃうの。いら、足りなかったら言ってあげるよ、ポンタからもらったし。あ、足りない足りない足りない、プチューさん。ねえねえ、聞こえない。足りない足りない足りないよ。え、ね、短パンは売ってないよここじゃ。さて、着いたから作り始めます。じゃあ俺も作り始めようかな。さて、今週のサザエさんは、てってれってーてってれってー。むずっ、どうしたもんかなこれは。中さん返しに来ましたよこれ。ありがとう、ちょうどね使おうと思ってたんだよね。あ、マジっすよ、マジっすか。よしよしよし、なんで嫌がらないのこの置き方して。嫌がって。あ、配達してくれたポンタ、めっちゃありがてー。あー、おかしい、あの人怖い。よし、作り出すか俺も。これ既存の時代、はみ、既存の時代、時代、既存の時代は、違う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 、土台だ土台、既存の土台、はみ出たらダメっすか。ダメに決まってんだろ。うん、ごめんなさい。え、はみ出てもいいでしょ。あ、じゃあはみ出ます。好きにしなよ。一旦ラタイやな。ラタイ、あいつエッチなもの作ってる。大丈夫、映せるこれ動画に。よし、早速始めようか制作を。私はね、みんなとは違って一工夫するから。まずは工場を作らないとね。何作ろうとしてんのあいつ。あ、工場ってここがなるんですか。え、そこ使っていいの。違う、今一応あの建築してるんじゃない、工場になってる。建築じゃん、工場も立派な建築だよ。違う違う違う、これ後で撤収するから。コンクリート工場を作ってるのよ私は。あー、なるほどね。よし、私は私しか使わない素材で作るんだ。コンクリートは誰も使ってないだろう。え、あいつコンクリート使ってんの。確かに言ってたな。確かに言ってたな。お前、俺もコンクリート工場作ろっかな。じゃあブッサンの色ってコンクリート色のある。ある。あ、なんかお前色薄。そう、薄いんだよねほら。お前、お前やばい、なんかモノクロ映画み
みたいな色の色彩してる、やばお前。いやこれはコンクリートだな。黒の羊毛は使わないんだ。え、黒の羊毛ある？え、ないっけ。黒はあったよ。あ、あるわ、いっぱいあるわ。おいバカ。いや、いい具合にできてきてるねこれ。なんか今なんかブルーベリーのムースみたいな。本当だ。なんでお前ら全部デザートで考えるの、俺の建築物。何何何、なんか変わってる、なんか変わってる。ちょっとだけつけていかないで。足りねえ、持ってこないと。これ結構使うな、羊毛。あ、うちなんか人影があるけどな。何が？前の方になんか。やばい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 。なんで。当たんの。やばい、砂が足りない。まさか砂何に使ってる。砂コンクリートだってずっと言ってんじゃん私。あ、そっか、コンクリートか。何回聞くの。何回説明すればいい。私これ砂と砂利がいるんだって。私には砂利何に使うん。だから作るぞ、白のテラコッタを。テラコッタじゃねえわ、コンクリートだ。あ、プッチそのまま水垂らしといて。それなんで。いいからいいから、ありがとうありがとう、助かるわ。おい、コンクリート先生に使うなよ。助かるわ、ありがとうありがとう、本当に。おい、リサイクルだな。邪魔だなこいつ、水ないから落下ダメージがえぐい。ひどい、あいつ新しい水汲めばいいのに。うるさいな、あいついち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 。別にいちいちも言ってないだろ。あー、ありがとう協力、おかげで終わったよ。じゃお前さ、バケツあるか、自分で組んで自分とこでやればよかったじゃん。うん、じゃねえよ。シンプルに邪魔なだけじゃん。言うてももうちょっとでできそうだな俺。全然だ、まだ足りない、コンクリートが。も俺も全然足んない。全然なんだよな。だってなんかバニーガールみたいな。だってブロック明らかに足りなくない。そうかも。いや、メサに行ってなんかちょっと一色取りに行かないと色足りん。だ誰だこれ登ってきてんの、殺す。いや殺さない、殺さない、違う。なんだ、白いテラコッタちょっと分けてもらえませんか。あ、いいよ。あ、やった。じゃあちょっとこの辺からもらいますね。あーって、ごめん、違う、ください。あー、なんでよ。やめかじゃん。こいつめっちゃ人の邪魔ばっかするんだよな。してないしてない、基本取り返しに行ってるだけだから。じゃあ、あいつ1分に1回殺すか。いや、なんで。建築できないやん俺。手伝うよ。よし、やるか。なんで。なんでそっち側にいるの。ダメ、やめてやめて、今帰ってきたとこ。いやあ、もう嫌だ。おい、ごめん、アイテムなくなっちゃうよ、ポンタ。なくなっちゃう、急がないと。何遊んでんだよ、ポンタ。まったく遊んでない。今めっちゃ頑張って取りに行ってる。ねえ、じゃあもういいじゃん。何回目ですか、これ。ガチで消えるってアイテム。紫色の羊毛がなくて、ダメだ。紫に関しては誰も使ってないはずなんだけど。そうなんだよな。紫はマジで誰も取り合ってないっていう。なんでこんなないの。代用するか、他ので。じゃあもうモノクロで行くしかない。やだよ。モモクロ？モノクロだよ。モモクロ耳やばみんな。桃色のコンクリートを作んなきゃいけない、足りない。なんか俺手持ちのアイテムもめっちゃなくなったんだけど。でも自業自得だよそれは。じゃあ白いテラコッタはもともと俺のだろそれ。え、違うよ。違くないよ。え、違う、取ってないよ白いテラコッタ。だって最初から俺とんでもない量持ってたから。あ、敵だ、侵入者発見、侵入者発見。ちょっと待って、違う。また始まった。ただいまをもってこっから先俺のこの市街地に侵入したやからは殺した後に燃やす。めちゃくちゃ怖い人いるんだ。あ、帰れよ早く。いや、じゃあ帰ろう俺。帰れお前。わあ、おい、なんでよそのブロック、この野郎。え、それと交換っすよ。おい、あいつ絶対許さん、火つけたろ。いや、なんで、やばいってそれは。あいつなんかめっちゃ人の邪魔ばっかするんだけど、あいつ。違う、俺目的の白テラコッタもらってないんだって、まだ。いや、あげるわけないだろお前。おい、ちょ、なんでくれるって言ったじゃん。お前人の邪魔するやつにあげるわけないだろこの野郎。いや、なんでくれるって言ったからもらいに来たのに。燃やすな、あ、もういいじゃん、ねえ、ガチで消えちゃう。ねえ、羊毛なくなるって。待って、やばい、早く消化しないと、ポンちゃん、大変。早く、ちょっと待って、もう無理じゃね。ねえ、あー
よーし、いっぱいだぞコンクリートが。えなこちゃんもうそうそうできそうだね。素材がね複雑なだけで簡単だからね、やってることは。俺今からスタートだ。俺ほとんど完成してた気がするんだけどな、もともとあいつだけ居残りかもしれんな。なんかプッチーの銅像さ、こっから見るとなんか寝不足の人みたいなんだよな。あ、本当だ。であれでしょ、影でそう見える感じでしょ。そうそうそう。目でけえからやばい人いるもん。じゃあじゃあこう、あの王の務めを果たして忙しい人なんだよ今。大して仕事してないだろ多分。おいぶっ殺すぞお前。おいお前編集量2倍だ。おーやめろ、やだ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 。あいつ今100幕の編集1本しかしてないから、100幕の編集とサムネイルを3本とあと俺のサブちゃんの撮影の付き添い。いらんねん。ポーちゃん燃やされてる方がマシだったかもね、実務で帰ってこそ。全然楽かもしんないこっちの方が。待って、二重レイヤーの表現が明らかに難しいよ。あ、二重レイヤーどこからが二重だか確認するには上着をオンオフすればいいんだ。頭いい。確かに頭いい。ひなこちゃん遅いけどね気づく。そんなこと言わないでよ。なんで？ひなこちゃんベストタイミングが気づくの今。もうだってもう作っちゃってるもんな。俺のもうギリギリいける。あ、ギリギリいける。待って、お前さ、お前そこ顔なの？え、ここじゃない？あれそこか顔。ちょっと待って、結構下の方にある俺顔。なんか顔と体のサイズ合ってなくね。なんえ、ここじゃない顔。やばい、作業が高いところで起きてるからなんかちょっと怖くなってきた足が。お前ヒュンだ。いや、まあヒュンはしてないけど、たまって感じ。おぉ、ちょっとだけポピー取ってくるか。お、ついにコンクリート作戦するのか。あ、サンゴあるじゃん。サンゴ、シェクタチなら取れるよ。いいじゃん。サンゴ取るか。黄色が全然足りない。もうポピーポピー？うん、取ってくるか、花。黄色なんか2スタックぐらい持ってるけどな。え、持ってるんですか。え、もう黄色使わないやろあいつ。そうだよ。まあ、でもなんかあれだな、ちょっと手持ち無沙汰だからな。いやいや、おかしいおかしい。俺使うんだってくださいよ。理由手持ち無沙汰やばい。理由キモすぎる。キモすぎるだろ。切るなら安いわ。ちゃんと掘れよ。じゃあちゃんと掘ってますよ。可愛い。なんか改めてさ、自分のスキンをまじまじと見ながら作ると私って可愛いね。誰も共感しなかったよ。ニムさん持ってきましたよ、言われた通り。あ、来た。何個集めてきた。60個持ってきましたよ俺。お、強。はい、どうぞ。よっしゃ、黄色4もいただいて。はい、よーし、あざーす。いや、いい交渉できたねポンちゃん。いや、マジでありがたいわ。なんか二重レイヤーややこしいの。なんか二重レイヤーむずくない。あ、適当にちょんちょん置けばいいんじゃない。まあ、いっか、こんな感じで。あれ、なんか色が。色が何なんすか。色が灰色になってくんだけどこれ。おい、これ騙されたわ。いやいや、騙してない騙してない。その時に色変わるよって言ってくれればよかったのに。いや言わないよ、だってそのくらい知ってるかと思ったもん。お前が無知すぎる。でもピッキル返して。はい、どうぞ。あ、プチ今ポンタ入ってよ。入ってない入ってない俺。ピー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 、侵入者開け、侵入者開け。俺入ってない俺入ってない。入った入った入った。俺入ってない。それ投げて入ったんだもんここ。じゃ入ってない俺入ってない。これだってこれだってね、投げないとこれ入んないと投げれないもんね。これ投げれないもんね。でこれこれ、はい。ちょちょちょ、イムさんのだもんそれ。イムさんが入ったんですよ。ちょちょ待って待って待って、違う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 。ダメ作った。ねえなあ。待って、顔が全面できてきた。全面、前面だけ。もう終わりそうだね、ヤオちゃん。言うて俺ももうちょいだな。なんか今のやつだけ。え、やばいよ。何あれ。かわいい。めっちゃ可愛いでしょこれ。なんかあれみたい、ガムみたい。ガムって何。ガムのほらなんかこういう形してんじゃん、売ってるガムって。この中にいっぱい入ってんじゃん、3つとか4つとか。あ、あのなんかちっちゃい箱のやつ。グレープガムね。あの、そう、グレープガム、グレープガム。お前名産品ガムでいいじゃんお前。やだよお前それ。建築ってるか、あのガムのパッケージあったら普通に美味しそう。じゃあガムでいいよ。終わりそう。マジか。だってもう顔作ったら終わりじゃん。そうなんだよね。え、でもちょっとなんか見た感じ私が一番クオリティ高いね。いや俺のがクオリティ高くね。いや俺の方が高いっすよ。いや俺だろ。余裕で俺。リムってギャグ線高いよね。まずポンタはないな。いやなんでなんで、なんか全然見えないし全然映えてないし。いやいや、じゃあ俺可愛さだから。最初から言ってた俺は可愛さで攻めてる。いやいや、負けてる負けてる。まだ今のガムの方が可愛い。いやいやいや、うわ可愛くないよ別に。あれは可愛くねえよ。言ったな。なんか二重レイヤーあんまり上手にできなくってさ、ウエスト細くて見え張ってるみたいで恥ずかしい。
敵が発見、ファントム頑張って戦ってる。敵が発見って日本語キモ。お前が発見されてる顔じゃん逆だよね、なんか。あ、2体から追われてるひなこ。クソハゲ野郎。すごい、なんかひなこのオブジェボンキュッポンなんだけど。え、そうだよ、なんか見え張ってるみたいな、恥ずかしい一箇所コンクリートパウダー使いたいから砂利取ってこよう。なんで一箇所、ちょっとだけ色に差をつけたいんですよ、オレンジに差を。でもなんかそうやってやってもさ、元の素材があんまり良くないから、うん、意味ないと思う。じゃあな、え、なん、めちゃくちゃ悪口言われた今、もしかして俺おかしいだろ。じゃあそれに俺らが気づけるか気づけないからな。あー、いいっすよ。どこに色を変え、どこの色を変えたのか。いや、めちゃくちゃ大事マジで。ファントムいなくなった。ありがとう。攻撃してこないんだよね、上のやつ。いるじゃん。そう、でもあいつ降りてこない。あ、ひなこのおっぱいなんかここで使う。ファントムやめろって。変態すぎる、気持ち悪い全然関係ないけど、イム の肉球気持ち悪いな、あれ。気持ち悪くないだろ。あれ肉球なの。そう、あれ肉球だよ。え、気持ち悪い。ハンマーみたいな、なんか。うん、ハンマーだな。プレスキか、どちらかというと。プレスキ、プレスキってなんだ。何も知らねえじゃん面白そのくだり。メガネフレームも持ち始めたし、なんかまたメガネフレームあ、いいわ、素晴らしい。今はね、もうそろそろ終わるの。もう終わりよ、これ本当に。なんか泳いでる、なんかいる。うおー、すごい。えー、花火上がった。えー、花火、えー、なんか上がってる。たまやすげー、泳ぎながら花火上げる生物いる。あ、すごい綺麗。すごい、え、なんかこっち飛んできて危ない。今狙っただろ、俺のこと。狙ってない、狙ってない、狙ってない。やばいやばい、危ない危ない。そういうものじゃないでしょ、花火って。武器じゃないっすよ、花火。怖い怖い怖い、待って、危なすぎ危なすぎあれ、でも花火って人に向けて撃つもんじゃなかった。そうだよ。痛い痛い痛い浮かれてる、痛い。たまやー、いいね、夏っぽいな。え、すごい、夏だ。うちら夏休み何もできてないからね。よし、待って、ちなみに終わった俺。オッケー、完成。よっしゃ、俺もできたかなこれ。完璧。お、全員作り終わったか。終わった。おー、終了。ナイス。じゃあ誰から見ていくか。誰から行く、決まった順番で行くか。ポンタ、ひなこ、オール、イムで行くか。オッケーオッケーオッケーです。じゃあポンタから説明してください、いろいろと。はい。そしてコンクリートが1個みんな隠されてるから、それを。あー、そうだそうだ。あー、そっか。ちなみにコンクリートパウダー、オレンジのやつが使われてるんで。あ、パウダーの状態でオレンジがあるのね。そう。オッケー、探してください皆さん。あ、こちらはですね、まあ、見てわかる通り寝っ転がってると可愛さ重視です。あれ、はみ出ちゃいけないっていうルールじゃなかったっけ。いや、はみ出ていいって言って。いいって確認取ったから俺俺ダメって言った記憶あるんだけどな。いや、じゃあちゃんと確認取っていいって言われたからだからマジで可愛さ重視なんで、寝っ転がってて、でこの、ね、左側来ていただくと分かるんですけども。じゃあ壊すな壊すな、おい今壊すのおかしいだろ。あ、じゃあなんか適当に置いとくわ。じゃあ適当なの置くな色ちげえから。なんでね、左目だね、向こう側臭そうだね。うん、臭くないって別に。だってあれでしょ、あの塩水の風がずっと足に当たり続けてプランクトンの死体の匂いし始める。確かにそれはちょっと嫌かもしんない。これな、入れんの、これ、これの、なんこれ。あ、そう、ここ入れるんすよ。入れて、でここね、はしごがありまして、ちゃんと。こっちこっち、なんか匂うよ。うわ、ほんとだ、なんか匂う。いや、匂わない匂わない。うわ、なんかほら見て、これ腐ってる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 わけじゃないって、これ別にすごい、体内入れる式だ。そうで、これ上登ると、ほら、頭の上まで行けるんすよ。良くないっすか、このオーシャンビュー。まあこれがじゃあポンタの建築と。はい。あ、なるほどね。え、でもコンクリートパウダー見つかってなくない。あ、なかったね、うん、見つけてくださいよ。え、あった。でも普通に分かりやすくありますよ、結構。どこどこ、え、なくない。ちょえ、どこどこない。あ、コンクリートパウダー、え、今置いた。ちょあ、コンクリートパウダーだね、壊さないでここに使ったひよこの唇ね。そう、ここがどっちも羊毛だと同じ色になっちゃうから。かわいい、ここかわいいでしょ。めっちゃかわいいでしょ。ここめっちゃかわいい、ひよこ。これ顔の方が良かったね。まあ、で一旦じゃあポンと名前を、タウンの名前を書いてください。あ、はい、わかりました。あ、でこっちに、ここに書かない、この入り口。よし、それでは命名します。俺の町はブン、ポンタウン。ポンタウン。
くないよくない誰が変えたのじゃあポンタウンね、ポンタウンコか、じゃあウンコじゃないって。え、でもポンタウンコこう広くなってから楽しみだね、どんなウンコが増えてくるの。違う違う、さあじゃあ次ひなこちゃんの見てみましょうか。はい、すごいね説明を。いやもうねちょっと遠巻きで見れる方が綺麗かも私は。なんならじゃあここで見ましょうか。じゃあいや私最初に言ってたんですよ、あの自然と都会の調和を大事にしようって言ってた。でもあの自然の調和ということでね、もう当たり前に日本の自然代表の桜をモチーフに、なんかさ誕生日の女の子みたいなんかプレゼントもらってバースデーケーキじゃないんだ。でまああの横から生えてる水は一応天女みたいな羽衣イメージだけど、だから自然だから水の町もあるよってことか。そう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 、なんだけどなんか場合によったら脇汗めっちゃ脇汗だな、やばすぎでしょ脇汗の量で。あの近づいてもらうとね、あのちゃんとね、はい、パンツ見えないように防止されてます。ほんとだ、裏側見てもらうと分かるんだけど異様にウエストが細いほんとにボンキュボンだよね、うん、めっちゃ細いっていうのがね、あの自然と調和大事にしましょうっていうので、まあ頑張ったポイントとしてはコンクリートを使った。うわー、まあそうだね、一人だけコンクリートだもんな。ものすごく色が綺麗にできてると思います。さあそんな、よし名前が発表終わりました。おお、来たか。さあ何でしょうか。その名もじゃじゃん、ひなこサンサンシティひなこ33ですね。ディズニーにあるじゃないですか、クラブ33。まあ要はですね、うちの町に貢献してくれたお得意様 VIP 様には特別なレストランをご用意します。おお、なるほどはい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 、貢献貢献いやゴミゴミバッグ渡すなよな、いきなり農家急にそっからまあ農税に関しては、まああの農家の場合だとお米を、まあ、1ヶ月あたり1kg ぐらい、まあ、意外と少ないよ。まあでも毎月取れるわけじゃないしね。あ、そうだな、確かに、うん、そうだな。あ、じゃあ毎月やらないといけない。だから大体だから豊作の時にあのもうそのまま今年の分ですっていう。まあまあでも私別にここの町住むわけじゃないからいいや。あ、あの入るにあの税金かかります。じゃあ入らないですじゃあ。入らない、大変はい、でもしこの町でね犯罪をしてしまった場合、犯罪が刑罰と中罰と大罰で刑罰の場合が死刑です。え、ポンタ来てちょっと、はい、私のこと殴って、痛い痛い、やめてやめてやめて、犯罪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 じゃない犯罪じゃない、ちょっと刑罰は刑罰、はい、刑罰は死刑です。で、中罰は、ま、親もろとも。え？めっちゃ重いやん。大罰。はい、大罰じゃどんなのに当たるのかっていうと、松代まで死刑。松代松代生まれないじゃん、じゃあもう。その世代で終わりってこと、つまり。ということで、じゃあこのプチプチタウンの名前を考えます、今。はい、できました。え、早っ。早っ。早っ。はい、俺の町は、はい国やば、国です。お前さ、本当に国で行くの？判別できないよ、今回。あ、プチプチ王国にしてじゃん。だじゃあ、はい、プチプチ王国。じゃあプチプチ王国で国ね。俺の国っていう。オッケーです。じゃあラストイム。はい。これはね、もう完全に俺のシンボルだから、遠目から見てもらって分かる通りね、手の位置違うじゃん。うん。これなんかもう猫パンチを想定して。どすこーいって感じだけど。どすこーいって。いや、ちげえちげえよ。え、じゃあ待って、一回まず聞いていい？何？え、さ、ポンちゃんはさ、ポンタを作ったよね。うん、ポンタを作りました。え、ひなこひなこを作ったの。プッチはプッチを作ったよね。今は何を作った？うん、何作ったの？俺だよ。見て、俺のこと。ちょ、なんで？なんで？何を？ほら。どこが一緒やお前。一緒だって。全然違うだろう。足んとこのさ、ちょっと骨見えてんのは？いや、骨じゃない。これあの見て、これ俺のズボンチェックなんだけどさ、この色がないんですよ。で、仕方ないから骨出しといた。骨じゃないって。いや、口がさ、あの歯前歯2本しか
生えてないのあれなんだ。違う、口じゃねえよ。あれ鈴だよ。あれ鈴なんだ。口で見えるあ、でもさ、私イムさんのスキンで一番好きなところがあって、それがね、このシマシマの尻尾なの。あ、はいはいはい、確かにめっちゃ可愛いじゃん。裏目見てみるか。見に行きたい。可愛いよね、シマシマ尻尾。うん、これ可愛い。確かに俺もそこめっちゃいいなと思ってた。そう、ここね、力作だから。あれあれあれ、ええあれ、え、おい、尻尾ないと猫じゃねえじゃん。尻尾ねえ、その私の大好きなそこの尻尾どこ行ったの。やべえ、忘れてた、使い忘れてた。猫なのに尻尾ねえじゃん。心くんだ。まあちょっと今回も今やばい感じっていうことで、あの猫なのに尻尾がない、あのエンダードーゴンのように羽がない、家なのにミルフィーユということで。ちげって。うん、まあでもイムさんなりにね。いや、そうだよ、頑張ったんだよこれ本当に。はい、じゃあちょっとじゃあ絵になってください。名前は、あ、名前つけてないわ、ごめん。おーい、お前もう名前はのどうでもよくなってきちゃった急に。面白いんだよな、イムさんの建築いつも。非常に統一感がないですね。うるさいなあいつ、口縫うぞマジで。本当口縫うぞ。はい、じゃあ俺の町の名前はこれです。はい、イムさんローラン町。イムさん、いや、まあ、いいじゃん、サンローランがいいじゃん。なんか高級ブティックとかありそう、めっちゃ。そう、これもう高級街だから、ここ。いい。あの、なんかそういう意味言うと、なんかね、こう、あの、なんかよくある、あの、高級ブランドのよくわかんないデザインみたいなね。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。というね、まあこれからね、今後この街をここで発展